はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプ地なんですけども、今日は空祖課金していこうかなと思うんですけども、金曜日ですかね、えんぐい課金パックが登場しているんですよね。まあ、ランクパックいつものやつと、上位ランクパック、ほんでもって、なんかパックっていう感じなんですけども、まあ普通のランクパック、ランク25から200までの、ランクパックがありますね。これに加えて、なんか今回から250、300、400、500のランクパックも販売されるとのことなんですよ。でね、えぐいのがね、ランク500のパック、これなんですよね。宝玉6個と記念の扉500個と、限定1枚確定とルビー1500個。それが友情バージョンと特製バージョンがあるというわけで、まあ、即買いやんこんな。まあ、10月からねジャンプ値値上げ、もうそのまま 30% 値上げしたんでね、まあ、いくらまあしっかりと課金している僕といえど、まあさすがにねこの値上げは手痛いんで、今月中になんか見直しの課金パックがなんか登場しひんかったら、僕も今月で課金やめようと思ってたんですけども、まあ、滑り込んできたんで、これからも廃課金やっていこうかなと思うんですが、まあね、何買うかって言われたら、もちろんのごとく全部買うんですけども、今ね、僕のこの携帯の残高に、なんか3ユキチぐらいしかないんで、今からコンビニ行くめんどくさいんで、この動画では、まあ、全部引けないんですけども、この500パックの必殺の宝玉と特製の宝玉もらえるやつ、あと、こっちの、ランク25、50、75と、この感謝パック、これちょっとさっき買ったんで、これ一気に開封していこうかなと思いますね。いやー、ランク500パックは絶対に全部買おう。じゃあまずは、星5確定チケットこれから引いていこうかな。これラインナップは普通の星5確定と一緒かな。2022年のキャラクターは含まれてないな。まあいいんじゃないかなと思います。まあ去年登場したキャラたち、司英史さんとかの回復キャラが出てくれたら僕嬉しいなと思うんですが、いかほどというわけで、まあ、篠森さん、ふんだんに溢れとるはもう、運30ぐらいかな。まあ、いいんじゃないかなと思われる。お次、こっからもう、大量に湧いていくんですけど、まずは、星6確定2体。これに関しても、星5確定の普通のやつと一緒ですね。2022年登場キャラクターは含まれていないと、なっております。まあ、この課金パック等々はね、初心者の方にはすんげー優しい課金パックですね。もう一気に6で出るんで、育成素材が必要ないっていう感じなんですけども、さあ誰ですか？あ、カムイは貫突やな。2020年に登場して年内に貫突したわ。あ、ロビンマスクも貫突やったな、確か。まあいいんじゃねえかな。ふんだんにプチメダルなんで嬉しいんですけども。お次、さっきのが3体バージョンですね。これからは、まあ、さっきと同じくラインナップになっているんで、まあ、回復ケア出てくれたら嬉しいなと思いますね。いかほどというわけで。あ、神は貫突じゃなかったな、まだ全然。これは良かった。ご飯も確か貫突じゃなかったかな？あ、織姫は貫突やったかな、確か。まあ、回復キャラ出てくれたんですけども、貫突というわけで。まあ、カミュとご飯貫突じゃないんで、まあ、いいんじゃないかなと思われる。お次、星4体。まあ、この辺はね、言うて助走ですわ。次から大事なんで、ここは体を温まらせていくトレーニングなんですけども、まあ、ここでもね、言うて貫突じゃないキャラクターを目指していきたいなというふうに思っているんですが、甘露寺さんは確か貫突やったな、ありがたき幸せ。比叡は確か貫突やったな、ありがたき幸せ。あ、クラマは全然貫突違ったな、まだ運6と9やったかな。あ、ガーラはこれで貫突になりましたわ。はい、素晴らしい。
まあいいんじゃねえか、ラインナップ的には。はい。というわけで、ウォーミングアップ終了したというわけで、限定確定チケット2枚引いていこうかなと思うんですけども、ラインナップは2021年までのキャラクターたちが、含まれております。欲しいのは、まあ、とにかく持ってへんキャラクター。貫突になっていないキャラクターやったら誰でもいいんですが、ナイトメアルフィが一番欲しいな。ナイトメアルフィと、スサノオのサスケ。この二人が個人的に出たら大当たりなんですけども、初期キャラでも持ってへん白ひげとか全然出てもいいんですけどね。誰ですかというわけで、あ、剣心は持ってたな、最近当たりましたわ。はい、まあいいんじゃないかなと思われる。お次ラストなんですけども、いや、ナイトメアルフィ出てくれへんかな。ナイトメアルフィ出てくれたら決闘での、戦略の幅すげえ広がるんで、よろしくお願いしたいなと思うんですけども、誰ですか？貫突やめてくれよ。ドンと、貫突どんだけ煉獄さん。